すみません、ちょっとメンバーの話からちょっとそれて申し訳ないんですけど、初戦のベトナム戦についてなんですけれども、向こう率いるのがトルシエ監督ということで、これ山本さんと森保監督お二人にお伺いしたいんですけど、率直にトルシエ監督と対戦するということへの思いと、まあ、どんなサッカーをしてくるだろうなっていうふうな思いを持たれているかっていうのをお願いします。まあ、トルシエ監督とは定期的に会う機会もあるんで、話はしますけど、ほとんどサッカーの話はしたことがないんですよね。で、U19 のベトナムのチームも見ていたので、その時は我々のアンダー19同士で、予選で当たった時に引き分けだったんですけどね。で、お互いが上に上がれるような状況にはなったんですけど、そういうような戦いを日本のことはよくご存知だと思いますので、いろんな戦いをしてくるんじゃないかなというふうには思ってますけども、3試合グループリーグがありますので、初戦ということで、あったらしっかりとご挨拶はしたいなというふうには思ってます。そうですね、トルシエ監督は本当に私の恩師でもありますので、会うのを楽しみにしております。私もですか。いいですか。はい、そうですね、トルシエ監督は日本のサッカーも熟知しておられる監督ですし、で今チーム作りを見ていても、これまでのベトナム代表の、コアな選手と若い選手を融合させて非常に強いチームを作っておられるなと思いますし、で日本代表ので監督をやられた時とはまた違った戦術的なこともやはり、トライされているので、非常に手強い、相手だと思いますし、難しい戦いだと思います。その、相手の対策を乗り越えて、我々が、勝っていけるように、勝利を収められるようにしっかりと準備していきたいなと思っています。日本代表の監督としては先輩ですので、リスペクトもありますし、お会いして、また対戦できることは楽しみに、したいと思います。